皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年11月の8日、19時50分、レンジャーズの皆さん、ワールドシリーズ優勝おめでとうございます。セミエン選手や、チャップマン選手など、まあ、他にも、まだメンバーとかしっかり見てないんですけども、ちょっといろいろすることが多くて、で、まあ、河川の、撮影とかや、まあ、ニュース、云々への対応など、まあ、そういうことになるんですけども、まあ、一般人の方、セミエン選手っていう選手は、メジャーリーグのセカンドの選手として、今まで歴史上一番たくさん本塁打を打った人なんです。46本塁打で、足も速いと、盗塁もしっかりできるということで、まあ、最初、去年僕がホームページに書いてた内容は、まあ、いろんな選手ね、メジャーリーグで、こう、フリーエージェントになってた方たちで、まあ、エンジェルスにそのセミエン選手とか、いろんな選手の名前を書いて、てたんですよ。で、まあ結局まあレンジャーズへ行って、まあ法のもとに平等というところをまあ頑張っていただいて、まあワールドシリーズはね、僕の方からも加勢しておきました。で、まあこれは大谷翔平へのメッセージでもあるんですけども、まあ来年レンジャーズにするのか、その、日本に帰ってきて、まあ彼には彼の結婚生活があるでしょうし、アメリカでの生活をしながら、その、まあ結婚して子供が生まれたら、やっぱり、その英語をしか喋れない、日本語の漢字や、ひらがな、カタカナ、文字の読み書きなどがやっぱり難しくなると、母国へ帰ってきた時が大変になると、まあこういう部分があるんでね、まあ翔平も歩道でいいと僕は思ってるんですけども、もし来年もメジャーリーグでプレーするのであれば、まあエンゼルスに残るか、もうマリナーズかのどちらかだと思いますよ。だからマリナーズだったらまだ優勝したことがないから、ワールドシリーズ、その辺のところが、まあ難しいところだと思うんですよ。僕が言い出したんですけどね、翔平エンゼルスの方へ行ったらっていうことは、それは今までの実績をある程度考慮して、まあ、マイク・トラウト選手がいたから、翔平足速いし、そう簡単に、歩かされないだろうっていう考え方だったんですけども、まあ、盗塁もできますし、もう今年なんかは途中から、ホームランをプラストリプリ、トリプリ、ちゃちゃと、トリプル、トリプルスリーと、あと、まあ、二桁勝利以上っていうところを、まあ、途中からちょっと意識し始めて、まあ、翔平が途中から試合出なくなった、手術云々みたいな話になってましたけど、まあ、僕のその、負担の部分を考えてくれて、まあ、試合ね、もうエンゼルスだいぶゲーム差、つけられてましたから、だからもう一回ちょっと翔平休みの形になったんだと思うんですよ。もうホームランを確実だし、ごめんなさいね、今着信が来て振動がするのでどうしても、ちょっとね、どこに置いてるかって言ったら土星六方の上に置いてるんで、まあその下が六方選手なんですけども、平成20年度も六方選手と、平成19年度も土星六方これツルツルなんですよ。トセロッポの方振動来ただけで倒れちゃうんですけども、何を言おうとしていたのかな。そうそう、翔平の成績の方ですね。で、まあアメリカの人たちもその法の下の元に平等っていうところで、まだワールドシリーズ優勝経験したことないところは優勝するべきだって思ってくれてると思うんですよ。で、東海岸のその優勝したことないチームの成績がっていうとこ考える、もう僕その時間帯寝てるからそことつなげられたらもう僕どうしようもなくなりますか、人生殺されるから、スポーツにそんなことで無理やり起こされたかなわんから、本当にもうそこはね、みんなそのアメリカにいる人たちで何とかしてあげてくださいの日本人選手が東地区中地区行かれたら、ただでさえ西地区、せっかく西地区にいるのに中地区とか東地区の時間帯まで混まれて
寝てたら寝てたで、翔平とか、他の選手も成績上がらなかったでしょ。吉田正尚なんか最初の頃、打率2割4分で、千賀はコントロールめちゃくちゃ。もうしょうがない、こっちでなんとか調整するでしょ。未来から頭なんか送ってるでしょ。その時間帯結局起こされてたんですよ、僕が。無理、こんなにたくさん。それだけじゃなく柔道からボクシングの世界チャンピオンの試合からサッカーで、サッカーも国内の自分とこの、まあ、日本の兵庫県っていう県があるんですよ。そこにヴィッセル神戸っていうチームがあるんですけど、今首位なんですね。もう今年頑張っておけば、もうあとは法の元に平等で、来年とかもう特別優勝ね、行かなくていいから、僕も負担いるから、もいろんなところは優勝決まっていって、だんだん僕も最後負担取れて、やっと阪神タイガースの日本一の試合に、今日その日はもう最後最終戦、全もう全神経を集中して、ちゃんと日本シリーズ優勝できました。日本一やっと阪神タイガースが 2回目の優勝なんですが、1950年からの換算で、これはもう日本のプロ野球界にもしっかりと言っていて、こうした人たちとも、僕は20歳ぐらいの頃から相談していて、僕の言ってることの方が正しいっていうことを通ってたんですよ。で、その当時の、まあ、大臣の方たちとか他の国会議員の人たちとも、もう君の言ってることの方が正しいと、そこまでしてたかと。地方交付税とか、スタジアムがみんなの税金使われてるとか、頭なんか貸したりとか、人の力がいってるとか、電波の世界がとか全部してたのかと、わしらの方が教えてもらった方やわっていうこと。まあそういうふうな話がもう昔からあって、で、うん。そこはやっと、日本国内の各チームの編成とかね、うん。各地方に移動していただいたりだとか、いくつかの球団は僕が学生の頃から子供の頃からもう各地方に移動してるんで、であとは勝ち星を揃えてみたいな形で、物事を動かしていて、だからまあレンジャーズはね、イギリスのサッカーチーム、セルティックと同じリーグでレンジャーズっていうサッカーのチームが優勝ばっかりしていて、ひどい力の搾取が行われて、メジャーリーグのレンジャーズがどうりで勝てんかったわけやって、もうバレてますよあなたたちっていうことで、もしかしてスポーツ国際司法裁判所の方で向こうの方が負けていて、まあ大リーグのレンジャーズがまあ勝ってきた方かもしれない。そうすることによってで向こうの方で、他のチームが優勝したりできるわけじゃないですか。だから今まで、イングランドかな、まあ、なぜイギリス国内の、サッカーのリーグで、最下位だったチームを、優勝、日本人選手が参加して、岡崎慎司という選手が、まあ、兵庫県神戸市関係の人間なんですけど、こっちの方がすごい。最下位を優勝やとどうやっていう。あいつら変な、そこっちからもっと僕もそこまでしてくれって言ってないって。ゴール前でヘディングしに行って、ゴールポストに頭ぶつけて、頭から血流してて、天の神様ね、お祈り追いついてないって、そんな夜中の時間帯、こっちフラフラなってる。おい、多すぎ。分かった、これみんなちょっともう話ちょっと整理整頓つけようって、海外への、スポーツ留学、これちょっと考え直そうって、ね、他国の人が日本のサッカー界に、ね、プロとして来てるじゃないですか、仕事として。で、日本人が海外に行ってるでしょ。それみんな自分の母国戻ったら、みんなもっと負担少なくて済んだんですよ。いろんな意味で。エネルギーの問題からも。ね、母国に帰るとき余計飛ぶでしょ。自分の国でしていれば、そこまで飛びに行かなくてよかったでしょ。ね、そういうことだったんですよ。正直、いろんな意味でね、ちょっとね、もう分かったからって。まあ、商業ね、原理がね、いろいろくっついてきて、結局メジャーリーグに選手を、
人間を人身売買で、もう一回もう全部書類出しなさいなって言って、日本のね、スポルトっていう番組か、僕からの提案でそのスパークっていう番組に変わったフジテレビ系列のスポーツ番組に一回書類が出てきたことあったんです。それちゃんと録画しておいたらよかったんですけど、ね、間に合わなかったんですよ。そんなこといつ急にそんな書類出てくるからか、僕も分かってないと録画ちゃんと用意できてないから。そこで本当のことしっかりたどり着けてたはずなのに。でもだからもう書類見てみなきゃ僕もわからないから。で、これね、メジャーリーグの人たちに、これ言ったら驚かれるかもしれませんけど、球団の書類を見てもらわなきゃわからないんですよ。その人の、給与とか報酬とか、年俸とか、そういうもので計算できないんですよ。っていうのは、著作権法で本人に画像とか音声の権利があるっていうことは、その球団の試合家選手になってる以上、その、ね、だって、エンゼルスのユニフォーム着てるじゃないですか。エンゼルスっていう名前入っていて。じゃあ、それは、どうなるんでしょうっていうことで、日本のニュースでね、いろんな報道番組にいっぱい流れるじゃないですか。翔平のニュースが。そしたら日本の、その、ね、NHK 料金とか我々税金として払ってるお金とか、正直日本のね、CM を出してる大手企業とか、大体税金マジなんですよ。で、そのお金が、翔平通してエンゼルスに行ってる可能性があるっていうことをやっぱり考えるしかない。本当のことをみんな書類を通してみんな覚えておかなかったら、思い込みだけでみんな動くから、これ本当に危険。これも話、一体、何だったんっていうことになるから、ただただエネルギー使い倒していた。そうそう、国際大予選、しっかりとみんなプロで、世界中が、プロね、その年に活躍した選手で、編成してきて、ワールドベースボールクラシックとかをするんだから、その国の国内のリーグも参加しなくてよかったんじゃっていう、みんなそこでしょって、そのどこの国がその年結局ね、それを優勝するのか、そのワールドベースボールクラシックを優勝するのか話だったでしょ。これ逆に言うとね、海外から日本に来ていらっしゃる外国人の方のそのご家族の方とかね、無理やり起こされたりしてる例知ってるんですよ。オリンピックとかもそうだから、日本人だけじゃなくて他の国の人もそう。だからもう言われてるから、その他国まで行ってこんな夜中起こすようなわがままの息子に言った、日本語ではそういうような字幕がついてるだけで、その国の人たちが喋ってる言語は別の言葉かもしれませんよ。その文字読んだらそれが現地の人に私の前に伝わってしまうんですよ。僕が言ってるから代わりに僕は言っといたるわとか、そういうこと若い頃僕に言いましたから、この世界無理があるっていうことでしょ。それ本当にメジャーリーグで、もう本当に西地区は西地区、中地区は中地区、東地区は東地区の球団で試合しといて、南から北に向かって巡業、あんな寒い時期に、その、もういきなり北の方とかで、ね、そのシーズン始まった時、北の方で試合が始めて、指先コントロール、そりゃみんな無理ですって、どのピッチャーだって、指かじかむから、基本的に。僕の指先の体温とか貸して、こっちも寒いから春先の朝は夜中夜中洗顔コントロール吉田正尚も一時期打率が、首位打者争いしてたじゃないですか、打率2位で。でも翔平がて試合出なくなった時点で、僕ももういっかみたいな気分になっちゃったんですよ。もうまあ一応さ、あまりこれでもなんだか超えれるだろうって思ってたら、2割8分いくらで終わっちゃって、もうこんなにたくさん一人で無理だから、多い多い多すぎる。もうね、もうね、もうまあ、ワールドシリーズも、ワールドシリーズと言ってる以上、まあ、世界ナンバーワンみたいな意味付けになってくるのかもしれませんけども。来年も頑張らんか。すごい選手。まあ、来年、マリナーズの戦で行くんなら、そのプレ、ワールドシリーズを優勝するのね。そしたらみんな、マリナーズ行ってくれたらいい。
その次ロッキーズ。ロッキーズが先でもいいからって、もうマリナーズが、任天堂がね、マリナーズの球団の株を保有してるの知ってるから、どの程度のことがいいのかなって僕も思っちゃうんですよ。かたやアメリカの熱い人たちで、ああ、もう淡井さんがそんなに苦労されてるなら、もう我々もマリナーズ応援しますよって言ってくれる人たちも日米友好関係で、世界中にね、日本とアメリカは世界で一番悲惨な戦争した仲じゃないですか。そこは一番今仲良くしてる時代だよって、他の国の人たちもそんな喧嘩なんかしたらダメじゃないっていうことを言えるじゃないですか。ね、どちらが勝ちかもう分かんないでしょ。大体どこの国もね、隣の国と戦争したことない国なんかまずないから、もうこんなこと笑いながら言うちゃ本当はダメなんでしょうけども、そういう部分はあるから、まあ、ロッキーズの方もシルベスタ・サロンさんの話、ロッキー、あの話も、まあ、アメリカの人として僕、ソビエトの人、まあ、相手に、まあ、勝って、その後世界の平和っていうことを、おっしゃられてる名シーン、ロッキー4。まあ、それ次逆パターン作ってあげる。ハリウッドだからアメリカばっかり勝ってる。それはそれで。いや、この話は本当に世界中で、あのグリードの話と結びつけて世界中に言ってあげた方が、そうしたら映画館見に行った人がみんなストーリーで、あの人のその話混ざり込んだらこれ大戦国の方がクリードに重んちゃうかとかみんな考え始めた。どんなストーリー構成で最後終わらすんだろうって、最後これもう腕手腕が問われるっていう、そのね、あの映画の作り方、それはそれですごく注目されるっていう話があるから、まあね、そういう方向性でもいいんじゃないかなって思うんですよ。映画中にね、一回、例えばソビエトの人がチャンピオンになって、すごいいいことを言って、ソビエトじゃん、今ロシア、ごめんなさい、もう。まあ、昔のロッキー4の頃がソビエト連邦だったから、ついついさっきソビエトって言っちゃったんですけど、今はロシア。ソビエトの前も、実は、あの面積で1900年、本当はロシアという一つの国だったんですけども、大体もうわかるんですよ、当時の事情。あんなにいろんな言語の人たちが集まってきて会議、成り立つかって言ったら、絶対無理だから、もう。法改正とかいろいろあるから、無理や、難しすぎる。各自自分たちのところの守備範囲を自分たちの国としてちゃんと頑張って、なんとかあとは統治して、そんなところも首都からって、そんな東の方なんか手に負えへんっていうことになってましたから。昔も北方領土っていうところはあるんですけども、日本のもともとの領土のところで、まあ今はロシアの領土なんですけども、そちらに移民されたロシアの方たちに、第二次世界大戦が終わった頃、まあ10年後ぐらいの頃ですね、北方四島がね、こんなに、田舎というか、まあ、閑散としたところだとは思わなかったと。まあ、漁業を中心に来られた方たちだと思うんですけども、まあ、食糧支援っていうことでね、その、第二次世界大戦で日本ボロボロだったんですけども、まあ、やむにやまれずっていうことで、日本人の人がね、食料供給してあげたりしたんですよ。遠すぎるから、その首都、モスクワ、もうほとんどヨーロッパのすぐ隣じゃないですか、近くに、今でこそバルト三国、まあ、ソビエト連邦の話はもっと西の方の、ノルウェーとかデンマークとか、あの辺りの国とかが境目になってくると思うんですけども、あんな距離考えてみたら分かると思います。そんなとこ目届くわけないんですよ。自分たちの身の回りのことで手一杯になって。だから、まあ、そういうような部分もあってね、話だいぶそれでごめんなさいね。その、レンジャーズの人たち、まあ、おめでとうございますっていうことで、まあ、まあ、正直、法の下の平等との話で進めていくと、多分来年ワールドシリーズ優勝ないと思いますけども。どうします皆さん、実力者のセミエン選手とか、もう、その方向性で、みんなで
頑張ります。その方がある意味、ある意味アメリカ国内の人たちもお互いにお互いの州のことをちゃんと考えてあげてるよっていう良い話が成立できるんですよ。もうアメリカの人たちで中地区と東地区もなんとかしてって、今までワールドシリーズ優勝したことないところ、もう僕なんかもうインターネットで嘘の情報途中から混入されて、もう僕のホームページはわけわかんないことになってましたから、そこまでしますっていうことで、最初あの株と被らされるまでエンゼルスが首位だったから、いや僕が勝たせようとし、翔平もしっかりとした成績を出しながらエンゼルスそのものが勝つっていう、だから一回あのエンゼルスのね、試合で、まあ僕の提案でね、中国のゲームメーカーにインターネットゲームでね、我が天下と我が天下戦国父母っていう、まあ中国の三国志の時代を描いたゲームと、あと日本の、まあ戦国時代を描いたゲーム、まあ本当にそこまで両方とも戦争してたかって言ったら、あんな距離歩かれへんから、自分で歩いてみたら分かる。1日30キロとか40キロ歩いてみたら分かる。現場ついてから党の連中とか、鎧着て、刀持って、さらには槍、自分の食料と水どれだけ持っていくかちゃんと考えてみたことある。自分で冷蔵庫なんかその時代ないのに担いでいく気、氷とか担いで、腐るよ食べ物、雨に濡れただけで。普通に考えたらわかるでしょ。そんな何万人も通られたら、その辺の町村全部全滅しますよ。食料食われて。絶対ない。外交、外交。外交の話。まあまあ、物語をね、書く人たちがいて、まあまあまあ、ちょっと話がだいぶ、それてしまいましたけども、あんまり話がそれると、自分が何を言おうとしてるのか忘れちゃう。今のはごめんなさいの方です。謝罪の方です。まさかこのタイミング天の神様へのお祈り、それは違う、それは違います。これぐらい面白い話しといた、お互い和やかになるからいいでしょ。何か面白い話がないと本当はなかなか仲良くなれないから。まあそういう部分を含めて、そうそう、エンゼルスとそのチャップマンあのエンゼルスの選手が覚醒した状態、5点ぐらいリードして、9回の表か裏、僕の動画から、僕のホームページからその動画にアクセスできるようにしておきましたけども、エンゼルスの選手全員覚醒、その我が天下とか我が天下戦国風部で覚醒っていうのがあるんです。まあ武魂っていうものを注入していって、まあ、星がね、まあ最初は一つ星、二つ星、三つ星、四つ星、五つ星って、本当は最高級ホテルは昔は三つ星でランクされてたんですよ。それがテレビが四つ星とか五つ星とか7つ星まで行くとアメリカの人とか分かります、北斗の拳って。胸に7つの傷もあるの、大真面目に笑わせてきて、試合中にそんなこと言う、僕もいつまで笑わないでいられ、分からないです。うん、でエンゼルスの試合については、そのチャップマン相手から1イニングに、6点くらい取って逆転してるっていう、怖いし、ほんとちゃんとストレート160何キロ出てるんですよ。もう多分全球ストレート投げた時160キロ超えてると思うんですけども、それでも打ち込まれる。まあ、全然割れてないですよ、その時多分。全力で多分勝ちに行ってるから。だから、もう無理やり多分、かぶと、かぶせられて、エンゼルス中に。
下がっていた方なんですけど、ただちょっと故障者が多すぎたんで、兜の被り物なしで、ちゃんとアメリカの方もちゃんと法の下に平等の方向で行くからっていうことをいろんな人たちに伝えてもらわなかったら、誰かが言っただけじゃその人の言ってることが本当かどうかわからないから僕も信用できなくなるんです。本当かどうかわからないっていうところで、球団経営とか民間企業本当に破綻があるし、正直どこの会社が母体となってるかなんか30キロ自分の国だけでいっぱいサッカー界と野球界30球団軽く超えて、さらにバスケットボール、バレーボール、勝手に体育館作り始めて、数百億円かけて、日本中で11箇所も体育館全部のトータル金額はね、お前ら税金どれだけ使うそうやねんって思った。こんな巨大な横領事件知らんぞっていうこと。自分の地元の兵庫県神戸市に作られていて、港の。体育館あるってもうちゃんと大倉山っていう駅の近くに神戸市の中央区っていうところにちゃんと西の方に分けて体育館ある。それは中央の神戸市役所があるところが、JR とかね、いろんな電車の、駅、阪急、阪神、地下鉄2種類。いろんな駅が集合していて、一応その中心地は人がたくさんいるんですよ。そんな近くで、そんなもの作って、たくさん人来始めたら、押し合いへし合いなんてどうするのっていうことで、本当に危険だから。ちょっと離れたところに、その中央区の範囲内で体育館作っ、あ、もうあるんですよ。卓球の世界選手権とか開いてる。ちゃんとしたすごい体育館があるのに5000人入ったらすごい子本当に。で、そこ使ってりゃいいのに、バスケットボール専用、中央からモニターぶら下げて、国民の税金数百億円使うかっていう話で。もう誰か叱る人間いなかったら本当に世の中めちゃくちゃになるから、本当にエネルギーの残存量も残存量問題、本当に そんな人たちばっかり増えたらもうずっと日本中往来して仕事して、ついでに お客さんがそんなに来てって、無理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 、エネルギーすごい急になくなっていくって、無理だからって石油とかガスとかそういうことって、そういうことをね、皆さんお勉強していただいて、河川水門回式玉発電作っていきながら、河川の土砂のかき出しは皆さん、ご協力していただけたらなと思います。重機なんか使わないですよ。もう、しゃべるしゃべる。あれで両サイドに置いとくだけで、本当はいいから、特にね、土とかを避けた後、砂とか、石がいっぱい落ちるでしょ。それで適当に石垣組んで、そこに間にコンクリートちゃんと流し込んでいってね、隙間なくして。そうすれば、河川の、底とかにあったものが両サイドに行くだけだから、排水量変わらないんですよ。で、ちょっと流れやすいようにしてあげる。で、それぐらいでもいいんですけども、有効な使い方とかもありますから、河川の底の、土砂について、その辺のところはうまく活用していただけたらいいかなと思うんですが、そこはね、みんなの、未来を守るためという名目でね、河川の土砂のかき出しを、そんなもん体鍛えてる連中からしたら、1日5トンぐらいいけるから、朝から晩、夕方ぐらいまでね、日没までに。できるだけ量産に寄せるだけだから楽勝それぐらい。僕らなんか灯油缶いちいち10トン運んでたんだから、1日でも2日連続でそんなことできないできない、僕らも。で、もうそれは各自が大体一つはそのめちゃくちゃ売れてるところを、2000年頃なんですけどね、新人の人でも、ちゃんとそういう地域を持たされるという形の灯油の販売のあれだったんですけど、年末超えたらね、普通の冬の時はその偏ったその売れ方をしてないところとかもそうなんですけども、大体5000人ってはいかないです。まずよっぽど寒い時期が、冬でもね、最高気温が12度ぐらいの、先ほどの続きなんですけども、ちょっと動画の容量が、いっぱいになってしまいまして、今ちょっと、先に撮影してた内容を、パソコンに移して、続き撮影しています。気温に関してね、冬場、私の近辺で言うと、最高気温が冬場暖かい時12度ぐらいあったり、逆にすごく寒い時は最高気温が2度、3度とか、それぐらいの時期あります。だ
からそういう時は、まあ、販売数量とかがらっと変わってくるんですが、1週間通して2度3度の日が、多くの割合を占めていると、やっぱり全然変わってくる使用量が。まあ、それで大きな数字になってた部分とかも、一時だけね、その、何月のこの週は、みたいな形になるんですけども、まあ話がちょっと私の話に戻ってしまってあれなんですけども、まあ皆さん、今後とも、このお付き合い、よろしくお願いしますって言っていいか。また起こされるので、こうなるから、なんとも言えないとしか。ガッか。自分の生命正当防衛もうね、もうこれがあるから、もう本当は各担当者決めて、その方向でその人は体温奪われたりとか、そういうのなしで頭なんか取られたりとか、それで物事を進めてもらわなかったら無理やり起こされたりとか、もうそういうのなしにしてもらわんかったら怖いねえ、もうこんな体験いきなりさせられたら政府に殺されようとしてるって思うでしょ、ほとんどの人は怖くなるでしょ。ちゃんと理化学研究所がね、スーパーコンピューター、K や富岳が、理化学研究所の持ち物で、そこ行政だからね、行政の持ち物なんだから、でね、総務大臣の元総務省があって、総務省の管轄で各テレビ局があって結局国国っていう話になるんですもうね、もう、もう話長くなりすぎるんで、まあこれぐらいにしておきますね。そろそろ Amazon プライムとかに加入して、ちょっとゆっくり動画楽しもうかなと、今までの変化。まあそういうふうに、思っています。もうね、GAFA の話聞いて、Amazon っていう話を聞いて、その、通信販売あるでしょう。あれで多くの売り上げ上げてると本気で感じがする。公務員の人たちいますか？自分で扱わなかったら。Amazon プライムっていう、ね、一月1000円で、今までのね、映画とか、一回映画館とかで放映とか終わったものね、見放題とか、そういうのがあるから、いろんなものが。いろんな、その、スポーツの試合、ここは、みたいな、それでね、加入していれば、月々1000円払っていれば、この試合見れますよっていうのはあるから。アマゾンさんの、商売の仕方がね、仕事の仕方が本当はうまいんですよ。今、日本の為替相場って1ドル150円ぐらい、昨年の10月ぐらいからそうなってるんですけども、その前がね、1ドル、まあ、105円、10円、まあ、大体それぐらい、ですので、まあ、アメリカとしては売り上げ減るんですけども、ちゃんとこちらの、お財布事情に合わせてね、一月1000円っていう形で、値段を動かさないで、してくれてるんですよ。これは、世界中の多くのゲームメーカーとかも、そこは見習わなければならない。アップルさんと、中国のね、僕の提案で作ってもらった我が天下と我が天下戦国部、そこからもお金、1円も払ってもらってないか。で、アップルさんが、為替相場変わったのを理由にして、我々のね、元々の定められてた金額を、ゲーム内の、原稿とか、コインとかの、購入する金額を増やされて、で、それよく見たら、アップルも取り分を増やしていて、ね、中国の、我が天下、我が天下戦国のメーカーも増やしてるから、数字としては減ってるかもしれない。それは顧客離れが起きてるんであって、もうある程度、日本の為替相場がひどく落ち込んだ時は、もうそれ売り上げ日本からは減るなっていうことも確保してもらうわけじゃない。これが正しい商売の仕方で、そうじゃなかったらお客さんはついてきてくれませんから。本当に。いろんな業種経験してきましたが、ホテルマンだとか、家電製品の修理だとか。まあ、それは、ソニーさん。
シャープエンジニアリングと、ごめんなさい、全然違うか、社の。まあ、日本の企業ですけども、両方とも、シャープエンジニアリングさんで、家電の、修理、エアコンとか洗濯機とか、ああいったものは僕直せます。で、まあ、今、もうだいぶ現場離れてるんで、ね、もう10年以上離れてるんで、思い出すところからですけども、まあ、週は株式会社も、灯油一缶の値段が倍ぐらいに、値段変わったら、やっぱり、お客様の数は、数は半分以下になりました。なんかこういうのは現実的な社会ですんで、販売価格をね、その国の販売価格をあまりコロコロ変えちゃダメなんですよ。かといって、まあ、ガソリンは今政府が補助金つけてるだけで、日本の場合は。それはもう今政府に要望を出してるのが、みんなでエネルギーの節約しなきゃなんないんだから、石油とかに補助金って何をそんな無理ですよっていうことで、ちゃんと給付、低所得者とか非課税世帯の人たちにちゃんと給付金ある程度出して10万円なり。で、その代わり、ガソリンとか電気とかの、補助金額を、なくすと。そうすることによってみんな節約した人の勝ちですよっていうようなか、社会にすると。だからアメリカも、自動化も昔から進んでね、仕事の絶対数がもともと少ないんですよ。日本も2400万人分くらいしか、正社員の雇用者数が、2002年の頃からそれぐらいの数字なんですよ。だから、さらに人口少子化が2003年から個人情報関係で、始まって、で、生まれてくる人たちの数がこう逆三角形で進んでるんですね。で、アメリカも同じなんですよ、状況。中国とかも同じだし、ロシアとかも、ヨーロッパの他の国も同じだから、で、みんなのね、お財布事情があるから、南の方から順番に巡業することによって、一試合の価値っていうのが変わってくるんですよ。その地域に、こっからここまでの期間しかこの人たちは試合しに来ないよっていうところがあるから、だからみんな見に行くって。だから、テレビばっかり見てたら、目は持たないでしょ。ね、野球の試合見て、さらにニュースとか、報道関係とかも目通して、他のスポーツの試合見る、ゲームをする。絶対目は持たない、パソコン。裁判の書類。無理無理無理。いろんな意味で無理あるから、だから、ご老体の人とかね、年金暮らしの人たちとか、仕事リタイアされた人たち、まあ、節約生活をしっかりしていたら、まあ、何試合かぐらい、年に、見に行けるっていう人たちが、まあ、見に来てくれるとか、まあ、そういうふうな部分があるんでね、だから財布の中身は決まってるんで、まあ、その南から北に向かっての巡業季節に合わせた、それをすることによって、お客様のね、選手の負担もそうなんですけど、いちいちあんなに広い国、アメリカ、行ったり来たりしてたら大変でしょ。負担、選手の負担もそうだし、お客さんの負担もそう。そんな寒い時期に観客席で。みんな、お客さんは体を動かしてないの。選手は体を動かしてるから気がつかないかもしれないけど、選手と監督、コーチも体を動かしてないから。寒い寒い、無理だから。本当。自分たちが監督、コーチになった時のことを考えたら分かる。あの人の案に乗っといた方がいいって。その方が売り上げもしっかりついてくるし、余分な経費の節約も済む距離、移動距離が少なくなるから、お客さんも結局、球場の使用料とか払うんですけども、払うけども、お客さんがたくさんいた方が、顧客を抱えていなかったらもう何にもならないんですって、そこ。で、あとエネルギーの節約にもなる。で、一緒にね、学生さんの運動部の人たち、正直運動部じゃないともう、時間給なんか出していちいち雇っていられないから、アメリカも同じように、僕が日本の制度に進めてる内容で進めてくれたらいいですから、河川の土砂の書き出し、いろんなスポーツマンが、もうどこのスポーツも同じ、南から北に向かって巡業、正しいフィギュアスケートとか話し違いますよ。それは寒い時期に寒いところでしてもらわなかったら、電気使って無理やりね、氷凍らせて、エネルギーないって言ってるのにっていう話になる。ああいうスポーツは雪国の人たちの仕事だったのって、そこ分かってあげないと、横取りしちゃダメだからって。まあ、こういうことです。皆さん、こういう話ね、プロ野球業界から、率先して、広めていただいてね。まあまあ、パワー、まあ、野球界も、まあ、背高い人は完全にパワー系ですけども、まあ、アメフトとかね、ああいう本当に本格的なパワー系の人たち、プロレスラーとか、ああいう人たちだったら、もう簡単に、50キロの200キロの、石垣っていうのを持ち運びできるでしょうか。河川の底に広がってる、そこそこ重たい石。なあ、だからベンチプレスとか、
バーベル引き上げたりとか、ああいうふうなトレーニングしなくても、河川の石とかでできるから、実際それが重たいから。重たいものを持ってるかどうかの話だから、そこはもう、とりあえずね、あんまり重たいもの持つ人怖いから、落としたとき。落とす人まずいないんだけども、本当と。安全靴一応履いといてもらって、靴の中にね、金属で足の甲のところとか足の指先とか覆われてる工場とかで使用してる安全靴。ああいうもの履いてもらって、まあ、石とか、持ち運んでもらって、落とす人いないと思うんですけども、一応ね、履いといてもらって、後ろに着込んでもらったりしたらいいんじゃないかなと思います。それでね、いろんな人たちに、街守ってますよ、ということが言えると、やっぱり世の中にね、どれだけ貢献してきたかっていうところで、その人の価値っていうものが生まれるっていう社会、いくら稼いだかじゃないよっていう、そういう社会、それが正しい社会としてね、世界中で広まるように、なっていただけたらなと思います。今から5年前かな、7年ぐらい前かな、窃盗犯捕まえて、そいつがもう片一方の耳にもういや、ピアスかイヤリングがもう3つもつけてるやつ、髪の毛染めていて、いかにも僕より一回り大きかったんですけど。刑事訴訟法で、ちゃんと一般人に逮捕権ってあるんですよ。で、その後警察官に絶対引き渡ししなきゃならない。で、手錠とかかけちゃダメですよ。なお、手とか縛ったらダメだから。それは違法行為。だから、ちゃんと相手を押さえつけて、警察官に通報して、来てもらわなきゃならないんですけど、これね、片一方の手で相手を押さえつけて、片一方で110番できます？みんな無理でしょ？僕、1時間も。お前もう逃げないよ、もう逃げんなよって言って 電話かけようとするでしょ、すぐ逃げようとするでしょ、もう電話かけてるとこじゃないか、すぐ追いかけて捕まえなきゃならないでしょ、それも1時間も繰り返す、もう途中からもう背後取ったって、もう最初はね、ちょっと警察官呼ぶから君ここにいてねって、老人の人はね、 G メンって呼ばれる窃盗犯をね、スーパー内にいないかどうか見張ってる、スーパーのね、雇われてる人が、その若い、20歳ぐらいの子をね、捕まえていて。で、僕は最初見たときに、老人と若い人が揉めてるのかなと思って、あんまりちょっと大きな声も出してるし、これちょっと間に警察官来てもらった方がいいかなと思って、で、ちょっと通りすがりのものですけども、って、もうちょっと警察官呼びましょうって、これ以上揉み合いになっても、喧嘩になってもあれですから、っていうことで、で、話し始めて、そしたら、老人の方がね、あれこれ、言ってることを聞いたら、その髪の毛染めてる者がね、どうやら物を盗んでしまったみたいだと、お前ほんとかっこ悪いな っていうやつなんですけど、テレビで実名とか全部さ、いろんな人間からバカにされるよって もう本当はそれした方がいいんですけども、盗みにくくなるから、今後。もうそれがスーパーの制度防衛で、スーパーマーケット、結局最終的にそいつがね、ムラムラ使ってきたんですよ。そしたら僕も ね、もう今ヘラヘラヘラしてますけど その時もめちゃめちゃ頭切って、「お前どこの誰の胸使うんだおめ！」って もう前に詰めて相手殴るわけにもいかないから、ベルトをね、握ってしまうんですよ。で、体ごと押しすぎて、自分より相手の方が体大きいから、で、僕、その体鍛えてないから、足をね、足腰を上げてしまうんですよ。そして足元踏ん張れないでしょ。そしたら力の入ったパンチなんか絶対打たれないから、それで壁に押し付けてね、とりあえず、なんで逃げんねんと、説得するところからね。もうほんま殴んなよって、殴ったらこっちも殴るからなっていうことを言って、まず絶対殴ってこない状況をしっかりと作っておくと、あと逃げるなよって言ってもどうせ逃げるから、それ警戒しておくと。で、もう3回逃げたから、もう背後取ってね、首絞めるわけにはいかないから、顔のね、この辺あたりをこう絞めるとね、これ、正直体鍛えてないから、もう大リーグの人たち、メジャーリーガーの人たち、みんな笑ってくれたらいいですよ。力加減ちゃんとペース配分考えてなかったら、こういう状態でね、グーって思いっきり全力で力入れて、2分持ちます？皆さん体鍛えていても、5分無理でしょ？だから、ある程度、7割ぐらいの力でペース配分考えて、
自分の右腕の方持たないからそいつすぐ逃げるで締めながらもう思いっきりいろいろ説教をして、で、でまあその老人の人がね、まあ、あの物を出すように言ってね、盗んだもん。まあ3つぐらい出てきたんですけども、もう僕はだいぶ説教してるときに、もう泣き出しよって男のくせに、お前が物盗んだんやろ、自分が盗んどいて泣くのってアホでしょそいつ最初からせんかったらええやろ、節約生活頑張れって、ね、冬場でもこっちはシャワーで頑張っとくわ、風呂なんか沸かしとらんわって未来の人たちのためにちゃんとガス残しとるって、一回風呂沸かすのに160リットルぐらい沸かすでしょって、あの冷たい水をって、そんなこといちいちしてたら、ね、夏場なんかシャワー言うどころかこっちは水浴びてるよって、頭洗ったり体洗ったりするのそれでエアコンなんか使わないから、扇風機もまず使わなかった7月8月、その7月に、あ、じゃあ、8月9月扇風機、全く使わなかったで、7月に扇風機を間違えて3回から5回使用してしまった、もうそれだけあとは網戸で頑張る、ほんとだからその辺で気合あるかどうか根性あるかどうか分かるからもうこれは地域によりますよ、むちゃくちゃ暑いところでそれ耐えれるかって言ったら夜無理だから暑すぎて寝られなるからもうそこはしょうがないと思いますよ、ある程度のところは。だからそういうところをね、皆さんご理解していただけたらなと、もうみんなシャワーで頑張ろうなっていう脱衣、冬場はちゃんと脱衣所を、まあ、秋くらいからですね、脱衣所をちょっと温めといていいんです、自分がシャワー浴びてる間とかね、その間に、まあ、1000ワットぐらいのストーブでもね、脱衣所ぐらい、温めます。で、真冬の時とかね、冬場の時とか、脱衣所を温めるのは、僕は800ワットと1000ワットのストーブなんですけど、両方とも貧弱でしょ？それ両方とも一緒につけるんですよ。1000ワットだと脱衣所を温めるのに15分かかるんですけど、両方使ったら5分で済むんですよ。計算したら、ね、わかるでしょ？1000ワットを15分だったら、5分間の間に3000ワットぐらいじゃないですか。まあ、ある程度ですよ。ある程度のものの言い方で言うと。それは本当は1秒間に1000ワット使ってるんだと思うんですけども。で、わからない。メーカーに問い合わせてみないとそれはわからない。で、だから5分で、1800ワットで済んでるんですよ。だから3000ワット使ったのが1800ワット使ったのかなんですよ。だからこちらの方が1800ワットの方が、賢い。両方使って一気に温めた方が、あとはもう惰性で、あとは弱とかにして、済みますから。まあまあ、けども、真冬とかはもう、そのまま1800ワットのまま、シャワー、頭と体洗って、そこはちゃんと言う。冬場にそこで水はしないから。本当に。今年の10月の上旬に、僕、脱衣所温めてなくて、その日はすごく気温が低下したんですよ。僕からガタガタ震えな死にかけて、無理や無理や、もう脱衣所温めとかなんかって、もうそこはもうしっかりと割り切って、まあ瞬間的に1000ワットのストーブ使うぐらいだから、まああんまり大したことないから、だからまあその辺のところは普通に考えたら分かることですから、もう160リットルも湯沸かそう、絶対たくさんエネルギー使用してるから、だからガス火力発電所があるかどうかを知っていたらその辺分かりやすくなるんですけども、ギアギでね、ワンピースのルフィっていう主人公、ちゃんと、自分のね、強さを上げていくのをギアで表してるんですよ。あれは火力発電所の、タービンを、まあ、車乗ったことある人だったら分かると思いますけど、ギアを上げていってね、力の係数を上げていってるんです。だから、それと同じでね、電気をうまく使用した方が賢いということになるんですよ。あとは、ガスを節約しっかりと。160リットル沸かすぐらいだったらっていうことです。自分でお鍋の湯沸かしてみたらわかるでしょ。いっぱいお鍋に湯入れたら、あ、じゃあお水を入れたら湯沸かすときに、ね、なかなか沸かないでしょ。だからそれと同じなんですよ。まあ、その辺のところでね、皆さん気合と根性が試される。だから南から北に巡業していった方が、季節がね、暑い時期に涼しいところにいられるでしょ。で、また南来れるでしょ。これ、しっかり1年間僕守ったよって言えるから、それ成績に繋がってくるかもしれない、本当に。だから、その辺のところで、みんな協力して、こういう運動を広げていけたらなと思います。
皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。日本人の、選手の通訳を水谷さんとか、ね、しっかりと通訳して、まあまあ、アメリカにいるね、まあ、政府関係者の人たちも通訳できる人が、こういういいことを通訳してくれたらいいと思いますよ。アメリカ政府の人が通訳してくれてもいいでしょうし、もしくは、まあ、日本でいう経団連とか、まあ、大手企業だったら日本語を扱える人たちとかいると思うんですよ。そういう人たちに字幕つけてもらったりだとか、まあ、翻訳してもらったりだとか、まあ、それでね、ご理解していただけたらなと思います。まあ、途中で一時停止しなかったら、みんな、お腹抱えて笑い始めて、途中から何言われてるかわからんようになるでしょうね。その動画をもう一回見たりとか、そういう人は、まあ、いつでもね、閲覧室で見れるようにとか、まあ、そういうふうにしていただけたらいいんじゃないかなと思います。正直言って、僕の動画に英語の翻訳をつけていればいいだけなんですけど。わからない方法がよく。自分の日本語をまず字幕でつけなきゃならないんですよ、YouTube って。で、それをコンピューターが翻訳してくれるみたいなんですけども、どこの国の言葉に翻訳するかっていうところで、日本語、その喋ってる間と文字が全然合わなくて、わからんこれってなって、どうすればうまく打ち込めるのか。そこで挫折。こんなに喋っていてこれ打ち込むの、ものすごく何時間も絶対かかるから。大変です。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。ほどほどのお付き合いということで、いつでも体調不良の時に逃げ出せるようにとか、だからまあ皇室の人たちとかね、できるだけ巻き込まないようにということで、もう巻き込んでるといえば巻き込んでる部分は一部はあるといえばあるんですけども、まあまあ皇室の人たちがね、スポーツの試合に行ったりしてますから、例えば競馬で言うと天皇賞とかもそういう名前つけられたし、天皇陛下も一個しかないでしょ。天皇賞っていうことは賞が天皇陛下からって、あんまりこの話し始めるとお金どこから出てんのっていう話になるから、ちゃんと確か天皇陛下も、国家公務員だったと思います。それがなかったらね、交通に実費だったら大変なことになるでしょ。で、これはね、東日本大震災とかあったから、これは他国の首脳の人とかにもお話し通したんですけども、まあ、首脳会談とか行われた時の晩餐会、まあ、コース料理もう1万円ぐらいにしといた方がいいですよって。まあ、その後熊本の地震とかもありましたし、大体それぐらいの時期なんですけど、まあ、中国の習近平国家主席が来られた時か、まあ、別の方、アメリカの大統領、まあ、その当時はオバマさんか、まあ、トランプさんも来られたようなことがあったような気がするんですけども、まあ、その時金額も1万円くらいにしといた方がいいですよってやっぱり言って、まあ、そういうふうな部分で、まあ、実際1万円ぐらいのコース料理にしていただきました。そういうふうなところで、やっぱりお金よりもどう行動したかだから、だからまあ、あんまりその話し始めない。世界で一番高い料理は中国の昔皇帝がいらっしゃった頃の万願禅席っていう料理なんですけども、それは多分ね、集まってきた人たちの数が多すぎるから。多い人口が。多分満願全席っていうことは、みんなにちゃんと同じ料理出しますよっていう意味で、満願全席っていう意味、全席っていう意味だったんだと思うんですよ。それ料理出てこないって言ったらかわいそすぎるでしょ。ごめんなさい、面白い話し始めた。もう政治の話でもいくらでも喋れるから、もうこのぐらいにしておきましょう。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。日本人の、方で、見ていただいた方、面白かったでしょ。その辺のバラエティ番組見るぐらいだったら僕の方見た方がいいですよ。これでテレビ局にちゃんと良い方向で、ね、良いクオリティの番組をちゃんとしっかり作らなきゃダメだっていう方向性、ちゃんと打ち出しますから。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。先ほどの続きなんですけども、一応そのね、
中国のその僕からの提案で作ってもらった我が天下と我が天下戦国夫婦とかはその別校っていう名前なんですけども、まあ中国の方では陳なんとかっていう名前なんですけども、難しい感じで日本でつかない感じとかで表記されてるのでなかなか使わない感じで、どう読んだらいいかわからない、まあ、とにもかくにも、まあ、別校さんという言い方で言わせていただきたいんですけども、まあ、とにもかくにもお金払ってもらう方は困るし、あと日本のちゃんと準地域が出てるところ、阪神タイガースとかワールドベースボールクラシックの時の日本代表とか金一歩とか何かなかったら僕の人生もどうしようもこうしようもないんです。あの厚生年金僕合計で1年間かけてるかどうかわからないんですよ。もうそれぐらいしかないんです、かけてきた金額が、あの時期がなかなか、あの社会保険に入れてもらえなくて、案外大阪ヒルトンとかそういうしっかりした外資系のところが、あの厚生年金とか入れてくれてるんですよ。っていうのは厚生年金って半分会社負担だから、あの年金額はね、で多くの年金の割合を占めるのは厚生年金なんですよ。で人生で、2000万円以上年金かけてなかったら、これがね60歳からの受け取りか65歳からの受け取りかちょっとはっきりわからないんですけども、それぐらいで、一月15万円ぐらいなんです、受け取りの金額は。だからもうそれもなかったらどうしようもならないから、であとだから本当はもう若いうちに結婚し家建てなきゃならなくて、所得税の控除で家のローンを返済していくのであって、だからもうものすごい人生は出遅れてるから正直あのまあ裁判所通してお金払ってもらった場合だったら税金はかからなかったと思います。ただ金額があまりにも大きいんだったらどうこうみたいな話があるのかどうか、それは分からないんですよ。でそのちゃんとね会社が僕に払ってくれるんだったら僕はちゃんと所得税の納税とかに回れるんですよね。もちろんそこはあの国民年金基金っていう、あの国民年金や厚生年金とかは別のものがあるんですけども、自分でかけに行く金額はあのものが、そこでしっかりお金払って所得税の控除で使用すると、まあ、こういうような形になってくるんですけども、まあこれね、だからもう僕の人生何がややこしいって言ったら結婚話よね。まあテレビ局に出演したアナウンサー、まあ今までトータルで、まあ、20人ぐらいの人間が結婚話を持ちかけて、全員ほぼ全員ちゃんと名前と住所電話番号、この3つがしっかり揃って一時的に電話番号をちょっと教えてくれたものとかいたんですけども、その後電波でややこしいこといっぱい言われて、2人いるとかわけわからんこと言われて、でもう他にもモデル業界とかそこもともと話むちゃくちゃ写真を写るだけで正社員行こうよ、無理に決まってるでしょもう男性でモデルなんかいないでしょ、まずモデルだけで、仕事で職業として成り立ってる人いないから、そんなみんな自分の服ぐらい自分の家の近くで買うから、あんまり遠いところに行ったら交通費使うから、それはそれ無理だって言ってるから、ちゃんと給料の算定表っていうものがあるから、テレビ出て何かね、その基本給とか大きく上がりすぎて、大きなボーナスとかを毎年もらったりしてしまって勘違いしてしまってる人たち、一般人の人たちの生活を、無理だから我々の生活はって、そういうところをしっかりと理解してもらって、で本当にまあ有名な人と結婚したらいろいろ絡まれたり、まあ今でさえあるんですけども、今日もさっき家の外から絡んできた、まあ特別僕に喧嘩を売るような態度じゃないんですけども、誰やねんお前っていうような形になるから、君本当どこの誰ってテレビ出てた人んっていう話になるから、スポーツ選手だけでも世代交代あるでしょ。でもう高校野球とかも勝手にちょろつくやつはちょろつくからバレたら勝利なくなるよ試合のって、本当に。いやそれぐらい、もうこの僕が置かれてる状況とかを考えた時にね、為替相場とかも本当に大きく動いたりとか、原油価格とかも本当に大きく動いたりしてるん で、どこの誰がねどういう目的来てるかなんか分からないじゃないですか、超単位のお金が動くから。その辺のところは厳しい態度で物事見させてもらわなかったら、それはちょっと難しいんで、だから本当は
車とかで移動するような形になるかもしれない、その結婚した後だから、うん、まあ分からないって言ったらまだ何も分からないんですけども、もう10も46歳おかしい、阪神・淡路大震災の被災者を助けるっていう話をテレビ局でも良い内容の提案で作ってもらった番組、良い内容の番組ね、すごくもうすごい視聴率良かったんですよ、いろんな番組1円も払ってくれてないの番組で採用されたらこの番組でって、例えばあの日本テレビ放送も株式会社、まあ日本国内でね日テレって呼ばれてるんですけども、そこの会社の、サンマ御殿っていう番組、その番組で、話が採用された方は金一封5万3000円払いますよっていうものがあるんですけども、それはまあ一回ポッキリなんですけども、まあ僕のケースの場合ではその番組見ながらね、ああした方がいい、こうした方がいいっていうことを、後々付け足して、まあ番組をさらに良いものに変えていくっていうような、スタンスだったので、まあ例えばね、視聴率もある程度意識しなきゃならないから、一回の放送で、平均視聴率だったら1万円、それよりも 1% より上だったら、2万円 1% を平均視聴率より下回るんだったら1回の放送5000円だとか、だからね、複数の番組いっぱい放送してもらわなかったら大卒初任給でね、ちゃんと退職金もらえる人とかボーナスが、まあ、2ヶ月以上もらえる人とかに負けるんですよ。僕退職金そのもらい方だったらないし、社会保険、社会保険、それ考えたらこうね、厚生年金とか半分は会社の負担だから、話全金額全然変わってるんですよ。だから僕提案の番組だから、1週間で1回放送されるような番組で20本ぐらいあってたら、まあ同等なのかな、どうかな。で、まあ僕の提案で、まあ中には視聴率がある程度悪かったものも、まあこれはパーセンテージ低いですよ。大抵のものは良い視聴率出てましたから、そこはテレビ局も気合い入れて作ってくれてるんですけども、まあそれに応えて売り上げも上がっていたから、例えばテレビ東京っていうね、日経新聞系列のところがあるんですけど、まあ経済関係の、専門の、まあ、報道番組、ワードビジネスサテライトっていうものがある、番組の、テレビ局なんですけども、大きな純利益上がっていたから、ちゃんとボーナス、社員の人たちに、非正規雇用の人たちにもちゃんと払ってあげてくださいよっていうことで、ちょっと上がってるんですよ、みんなボーナスの額とか僕にこの条件でっていう、じゃあみんなからかき集めたら僕一人分のお金ぐらい出てくるはずだから、普通に毎年賃金がねベースアップしていって、ボーナスがもらえていたとして、最終的に退職金、こんだけ頑張ってこんだけ社会に貢献してきて成果出していて、それすらないのっていうような事実誤認の警察官のね精神病院行き、こんなおかしな話ないでしょ。海外助けての SOS。正直言うと、東京オリンピックとか他のオリンピックもそうなんですけども、他国の選手も霊的な方で僕の体の中とかに入ってきてるから、で、それでしっかりとした演技しなかったら、しっかりとしたコートって出てないから。本当、冬のオリンピックとか。日本国連加盟国、どこまでって、だから天の神様の絵の安全のお祈りを1日だけ冬の東京オリンピックで忘れた日があって、その時に海外の選手で、スノーボードのね、選手で着地した時に、後ろの後頭部から倒れるような形で、倒れて、もう最初動けない状態ですぐに人が駆けつけて、で、まあ、大事には至らなかったんですけども、それは天の神様への安全のお祈りを、忘れた日だった。後の日は全部大丈夫。一応危険な競技はすごい強風の時はもうストップっていう形で物事を進めてますから、それはコンピューターの電波で、だから僕はすごく監視されてるから、僕はね、挑発行為、電車の中で絡まれたりとかして、まあ、ちょっと怒ってしまったと。そしたら現場で強風がある程度吹いていて、で、すぐに競技中止っていうことで、
スキーとか、スノーボードとかの急斜面を下っていくすごいスピードが出るもの、もともと骨折者とかいっぱい出てるから、そう、僕の天の神様への安全のお祈りで何とかしてるのであって、ちょっとオリンピックどこまで誰もお金払ってくれるみんな金メダルなんか、あれ日本円に直すと1個500万円以上で売れるからね。世界選手権とかいろんな大会いっぱい作ってるでしょ。そのために、一応オリンピックほどの大きさじゃないんですけど、金メダルばらまいてるでしょ。ちょっと君、1年間の間に金メダルいくつ取ってんの？それはっきり言って収入よっていうこと。日本の総理大臣や大臣は、総理大臣は、給与の3割返納、年収の3割返納で、各大臣は2割返納。それ打ったら上回っちゃうじゃない、上回ってしまうじゃないって、あなたたち、ね、あの人たちも選挙出て、落とされるとき落とされるから、期間限定なのよって、そんなに簡単にみんな、あっちもこっちも、ちょっとぐらいお金、僕に、個人の権利者の 2.5% の話あるじゃないですか、経済関係に詳しい人だったら分かると思うんですけども、個人の権利者も僕の頭の中とか、体温とか。2.5% 金メダルとか打って 2.5% かき集めて、もうそれだけだったらね、テレビの番組の分とかいろいろ集めてきて、それでやっとかなんとかなるんだか、あとは頼りのもとはそのべっこうさん、売り上げ大きいから、あのね、いろんな感触、まあ感触感、要するに役人のね、職業みたいな形で、まあ一応上の方は、園医とか、まあいろんな助手とかいろんなランクがあって、その辺の人たちは王者エリアって呼ばれてるんですけど、僕その一つ下の少々エリアにいるんですけども、そのもう一つ下の州牧っていうエリアで、ほとんどの人は僕より強かったんですよ。だからみんな、絶対100万以上使ったろうっていうことはわかるから、ものすごいお金が動いてるっていうことはわかるから、そのゲームに関しては。で、1000万ダウンロードの話は、それ嘘だったかもしれません。テレビ局は平気で嘘言うから、嘘使った方かもしれません。後で見たら、325万ダウンロードって出てた時があって、多分そちらの数字が本当で、僕は国家所属の人たちの人数とか分かるから、サーバーが2つあって。で、それでプレイヤーがどれくらいいるかなが、これで分かってるから、巨額のお金を売り上げ、ゲーム会社としてですよ。あくまでも範囲はゲーム会社としてですよ。支出も多いから、いろんな国。マーケットを広げると、その国の言葉に翻訳して、それでちゃんと合ってるかどうかで、ゲームのいろんな Q&A とかいろんなことが来るから、いろんなバグとか発生しますから、だからその辺の対応とかもしっかりしなきゃならないし、だからいろいろお金がかかるのは分かるんですけども本当は事業計画著作権法のプログラムというものは計画です、事業計画、このレベルはっていう話で日中有効かテレビのニュースか、それで変なニュースを放送し始めた方かもしれない、もう分からないから僕も何原因なのか。ちゃう、だからちゃんと普通に法律通りお金払っといてくれたら、僕だって民法を使って年金利の5割じゃないですよ。5分ですからね。5%、5% の金利。で、1年で元本の組み込み。これが法律上認められてるんです。で、それなかったら、ずーっと自分の人生が置いてきぼりになるんだから、それぐらいつけてあげなかったら、もう大変なことになるでしょっていうことぐらい。早くお金渡してあげなかった。それで勝手に倒産されて、国家賠償法がどこまで通用するか分かるわけないじゃないですかっていう話になるから。みんな心当たりある人、ちゃんとお金払ってもらうのは困るから。本当は、他国の企業ね、もう日本に支社、本社と言いながら本当は支社なんですけど、支社がなくなったところは、もうね、その中国の本社に向かって訴えなきゃならない。そんなものはもう行政通してするものだから、行政が味方になって、それを行ってもらわなかったら、それ国家間の話で、経済になったら困るでしょ、こんなに僕言える。請願法を使って政府通してね。だからそれを法律で通るんですよ。いろいろ政治で関わってる部分とか。だから、それはそれであるから、だから、あとはもうみんな常識あるかどうかだから。あの人ずーっと前が、もう15年以上前からずっと生活保護であんなに頑張っていてこんなかわいそうな話なかなかない、結婚前
でね、ずっと、もう止められてるような状態、本当に。でも、もう後から警察官の人も、こんなことになってるのは知らんかった、淡井君ごめんっていうような状態だから。本当に。だからまあね、あの皆さん、いろんな意味で温かいご支援よろしくお願いします。日本人選手に体温取られてる僕の方です。どこまでせなあかん。もうそれ理由でもね、あのもうみんな日本帰ってこいっていう話になるんですけどね、本当に。けどもう経済原理があって、もう日本ワンファイターズがもう札幌ドームのすぐ近くにもう一個ドーム、もう頭の中どれだけおかしくなってあんな行動するのか分かんないんですけども、もう一個ドーム球場作り始めて、もう作っちゃった後もう今年から使ってるから、もうで翔平で通して活躍させてお金日本ハムで、もうむちゃくちゃじゃないよと。誰が僕にお金払ってくんの、そんな借金こそ。球場一つ作るのに何百億円もかかるってもうみんな何回も言われてたでしょって、そんなもう日本ハムの経営陣が分かってたことでしょ、本当に。もうそれもしかしてみんなの税金使ってしまいましたっていう話にもなるから、本当にもう世界中へ向けて本当は SOS。みんなお金払ってあげたらよかっただけ、ちょっとしたお金、あんまちゃんと話聞いたら分かる、みんなのお金出し合って、あの人の生活ちゃんと成り立ってる、あとは YouTube の動画とかで、ね、なんとかするわの方向性なんだけども、まあ全然365日を遡って3000時間や4000時間の再生回数なんか、まだ全然まだなんとか今500何十時間、今ちょっと前は半年ぐらい前までは100何十時間、それが、まあ、チャンネル登録者数が、その頃は、100人いるかなどうかなぐらいだったのが、今はもう、400何十人で、再生時間が今500時間は突破しています、っていうことです。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。だから映画関係とかも金一封書き休めなかったらどうしようもない。みんなあんまり負担が大きく来ないようにある程度のお金でっていうところで物事を進めてやりま以上です。皆さんご対応の方だからもう何でも前から一人で家で泣いてる時いっぱいあったから、こんなに法の下で平等って何回も SD カード送ってんのに、阪神タイガースやっと日本一、1950年からの換算でやっと2回目なんですよ。どれだけいじめられた。まあいいですか、6年をワンサイクルだとしますよ、6球団あるから、セリーグとパリーグね。それで昔僕は小さな子供の頃、阪神タイガース最下位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 5位最下位をこれをさせられて、もうこれ、どこで5位が1回入ったかもう間違いでもいいでしょう、それをもうワンサイクルで最下位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 5位最下位をやらされて、2サイクル2サイクルエンジンホンダのオートバイ、それで世界ナンバーワンになっちゃった方でね、交通事故の死亡者とか大怪我になった人、オートバイの世界でいっぱいあるでしょう、もともと倒れるように作られてるんだから、それはそうですよ、普通に考えたら。で、あとスピードだってやたらと出るでしょ。ホンダのスーパーブラックバン。一般人の購入するオートバイなのに、大型で300キロ以上。なんでそんなにスピード出るの？そんなに、その辺の道でそんなスピード出したらどうなるか分かるでしょ。家の中で本当にブラックバードだったんだか。それ、巨大な砲弾が飛んできてると変わらないんですよ、本当に。あれ、乾燥重量200キロ超えますからね。巨大な砲弾が飛んできてるのと同じ、同じ、同じ。バトルシップ。戦艦の砲撃。なんで、ホンダの責任。それ、時間軸を超えてスーパーコンピューター。僕は子供の頃。なんで阪神タイガースが悪いと思って。ね、こんなものすごいいじめないってって、ホンダが責任持たないと思って、ね、全社員が勉強しますって、ちゃんと法律通りに、我々が悪かったですっていうことで、もうオートバイ売りませんっていうことでね、ヤマハも川崎も、もうオートバイもう作らなくていい、もう 今まで作ったもう中古車売ってりゃいいの、本当に。もう勝ったやつの負け、本当は。もう日本どこ行っても、もう電車バス
あるかな。ないところなんかないから。で、みんなが電車バス使ってりゃ、電車の本数増えたり、バスの本数増えるから、その方が便利になるって。乗ったら乗ったら自賠責保険と任意保険絶対入っとかなきゃ、もうどうなるか分かんないから、任意保険も入ってなかったら。こんなに交通事故多いのに。雪降ったら大止まりなんかどうなるか。こんなに雪降るから、ある程度。もういろんなことも、もう本当はもう監査法人とかの人に誘われてる方、僕、日本に4大監査法人、まあ、厳密に言うと5つぐらい監査法人あるんですけども、まあ、その4大監査法人のね、どこかが、君となら一緒に仕事ができるって言ってきてるんですけども、もう逆、僕は監査法人が、どこそこの会社に、どこそこの監査法人入ってるじゃないって、なんでエロ業界と組んで、こんなまね、エロ雑誌売ってるのってコンビニでって、ダメだよって。会社法があるよって。あなたたち役員なんでしょって。お金の計算しりゃ自分たちの給料をもらえるんじゃないよって。会社しっかり管理できてるかどうかよって。逆にお金、国庫に返納してもらうよって。これぐらい強いこと言いますか。監査の方が終わって。監査を監査するから。現場なんかそこ行ったらすぐ分かるじゃないっていうこと。ツタヤ、アメリカの CCC カルチア、アメリカじゃない、オランダ、ごめんなさい、言い間違えました。オランダの CCC カルチア、大元、ブランド企業。そこがコンビニ、出店してきたの。コンビニかな、ツタヤか、どちらか。ちょっとごめんなさい、今頭なんかごちゃごちゃになってます。申し訳ない。こういうことはあります、本当に。まあ、そこはメモ用紙持ってきたらよかったんですけど、もう僕もこれだけ笑っちゃうとね、まあ、どうせこの辺で、ね、会社の登記簿とか、あるから。ツタヤって書いてるでしょ、ね、称号、ね、本社の位置とか、本社区切っていってでも株で追いかけられるから、どこが大元だったのか。一般社団法人のなんとかかんとかで会社の設立一番最初にし始めた人たちに経営責任とかもある。で、連帯責任もある。議会にも責任も。24時間営業のコンビニ認めちゃったんだからって、三親等以内の請求とか株を持たせて、その一族は経営を任されてるのは経営をね、株とかね、自分のところの会社の株を赤の他人に譲る人なんかいないでしょ。ちゃーんと相続税払いながら、自分の子孫にね、その株譲ったりするでしょ。それは経営権とかいろいろ発生するでしょ。社会的道義的な責任とか、もう逃げ場ないから、法律振るかどうさ監査にカツ入れる、カツ入れるっていうか、カツというよりも、ちゃんと 法に照らし合わせて、もともと公用判例あるのに何してるんですかぐらいは平気で言うから、お国、国庫にお金返納してもらいますよっていうこと。向こうからしたら、どこのコンビニショップ、どこのレンタルショップがそんなことしてんのってなるから。俺たちにも警察官とかが来るから。ちょっとお手柔らかに、こっちもちゃんと調べるからっていう、これがこの国で起きてる本当の話。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。もう本当にこういう話し始めたらキリないんでね、笑いながら聞けるでしょ。けど本当に容赦なくいくから、そこ治安維持本当にかからなかったら、本当に上から下までもう めちゃくちゃなやつらいっぱいになるから。本当に売春防止法が日本で出来合ったの1956年、自分の国アメリカの人はアメリカで、売春防止法がいつ出来上がったか、それ見たら分かるから、上の方にどれだけ変な奴がいっぱいいたか。そいつらに対して絶対容赦しなあかんから、本当のこと全部言ったったらいいから。それかこしたら逆に隠蔽だから。これで正々堂々と迷いなく言えるでしょ、社会に対して。悪いことしてたやつらがしっかりと法的裁きを受けたらいいんです。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。動画エクスポートして、アップロードをします。まあ、今日中には多分無理ですね。エクスポートだけで、1時間以上すると思いますから。以上です。こんなに長い間喋って。すいません。